はい、今回のテーマは生き残りのパーフェクト超人ということで、ちなみに悪魔将軍は除外しています。はい、まあ悪魔将軍もねパーフェクト超人のメンバーではあったと思うんですけど、まあ悪魔超人の方に分類した方がしっくりくるかなと思ったんでね、まあその方のが話が進めやすいんで、はい、そんな感じでいきます。まずはですね、生き残ったパーフェクト超人のですね、まあ超人総選挙2021の結果の総評からちょっとお話ししていきます。まずですね、まあ、ジャスティスマンがトップ10入りを果たす一方ですね、まあ、他のね生き残ったパーフェクト超人は、まあ、軒並みランクダウンしてしまいましたね。まあ、ジャスティスマン一強の状態と言えるかもしれません。まあ、さっきも言ったように悪魔将軍ね入れればね二強とも言えるかもしれないんだけど、まあ、リアルディールズのねメンバーになりながらもね大きくランクダウンしたネプチューマンが個人的に印象に、残りましたね。あとでも触れるんですが、もう少しね、もう少しなんていうかネプチューマンの対戦が早ければっていうのはあったと思うんですが、で、まあ、今の世代ではなくね、その一戦から退こうとしている、ジャスティスマンが一番人気っていうのはなんともちょっとね、まあ、寂しい感じではあります。で、次にですね、まあ、具体的な順位について、まあ、超人の紹介とともにですね、お話ししていこうかと思います。まずはネプチューマンなんですが、身長240センチ、体重が210キロ、超人強度が2800万パワーでイギリス出身です。超人総選挙2021では第24位ということで、7ランクダウンっていうことで、結構下げちゃったんだよね。で、現在、まあ、リヴァイアさんと熱戦を繰り広げていてですね、まあ、この時期にね、投票受付中であればね、アップする可能性があったんで、これがね、非常に惜しまれるんですよね。まあ、さっきも言ったんですが、もう少しね、ネプチューマの対戦が早ければっていうのは思ってます。で、次にですね、ザマンですね。はい、身長290センチ、体重が320キロ、超人強度が9999万パワーで天上界出身です。超人総選挙2021では第31位ということで8ランクダウンですね。こちらもちょっと下げてしまいました。まあ、出番はね、比較的あった方だと思うんですが、それがランクアップに結びつくことはありませんでした。しかし、ストーリーのキーパーソンの一人であることは間違いなく、今後ですね、下転した超人とのね意外な関係が判明したりとか、まあ、リヴァイアさんともなんか親交あったみたいですけどね、まあ、回想シーンなどでね登場する可能性があるので、そこで改めてやっぱザマンってすごいやつだったんだっていうのね分かってですね、まあ、それが起因となって人気も再浮上するっていうことはあり得るんじゃないでしょうかね。で、次にですね、まあ、ネメシスですね。はい、身長205センチ、体重が140キロ、超人強度が6800万パワーで筋肉性出身です。超人総選挙2021では第30位ということで、こちらも8ランクダウンとちょっと大幅に下げてしまいました。まあ、いろんな意味でちょっと報われないキャラになってしまった感はあるんですけどね、やっぱ党の試練に挑めなかったですからね、はっきりとね、参戦表明をしているにもかかわらず、ね、参戦できなかった唯一のキャラですかね。あ、まあ、フェニックスもいたけど、まあ、フェニックスもうだいぶ活躍しましたからね。はい。で、あと、まあ、ザ・ニンジャーは、まあ、参戦表明する前にね、留守番を言いつけられてしまったんですが、そもそもね、あのタイミングでザ・ニンジャーが参戦表明しようとしていたかどうかちょっとわからないんですけどね。で、やっぱ筋肉マンのようにね、登場人物がね、多くて、まあ、かつ魅力的なキャラがね、多い場合ですね、まあ、誰かがね、犠牲になることはあるんですが、その犠牲者になってしまって、たような感じはしてしまいますね、どうしてもね。はい、まあ、ネメシスもまたその魅力的なキャラであることは間違いないんでね、まあ、どこかで出番が与えられてほしいんですがね、まあ、今後前はどっかでね、もう一度触れてるんだけど、筋肉族の闇にさらにね、さらに踏み込むストーリーがあればメインキャラになりそうな感じではありますね。で、次にジャスティスマンですね。はい、身長209センチ、体重が136キロ、超人強度が1500万パワーでスイス出身ですね。超人総選挙2021では、まあ、第8位ということで、まあ、7ランクアップして見事にトップ10入りしていました。まあ、パーフェクト超人では、まあ、悪魔将軍除けばね、最も順位が高いですね。まあ、サタンとの勝負はね、いろんな意味でね、名勝負だったんじゃないでしょうかね。まあ、ジャスティスマン
んのキャラがね存分に生かされていたんじゃないでしょうか。あの塩対応がねハマりにハマっていたんですよね。まあ一方でその今のところはねストーリーでの役割を果たした感はありますね。後でも触れるんですが、そのなんというかねカピラリアのピース防衛戦が続いていれば、あ再びリングに立つ展開はあったんですかね。まあ一応ザマンのねピースの防衛任務に当たっていましたからね、ジャスティスマンも。で次にですねピークアブーですね、はい、身長178センチ、体重が105キロ、超人強度が4200万パワーでニュージーランド出身です。まあ、超人総選挙2021では残念ながら県外だったと思います。前回が第95位でギリギリ100位に入ってたんですよね。まあその生存しているはずなんですが、あ存在を抹消されてしまったかと思うほど出番がないですね。まあネプチューマンの対戦中にひょっこり姿を現すかもしれないんですけれども、なおですね、まあ、超人総選挙2021ではですね、まあ、パーフェクトラージナンバーズのほとんどが県外に行ってしまった感じですかね。まあ、さっき言ったネメシスとかは残ってるんですが、あとターボメンやねポーラマンもなんとか生き残ってる状況ですね。はい、次にまあこちらですね。はい、まあ、超新のシリーズ序盤にですねザマンからカピラリアのピースの防衛を任されていたことから、まあ、超新と対戦させる構想はあったっぽい気はするんですよね。憶測に過ぎないんですけれども、まあ、実際はそのパーフェクト超人の対戦は行われず、バベルの塔でネプチューマンが参戦するにとどまっている状況です。まあ、超新のシリーズはねやっぱ合力チームと超新が対峙するところから始まったんですが、まあ、序盤からですねパーフェクト超人が戦っていればどういう風になっていたのかっていうのはちょっと気になるところですよね。ひょっとしたらこの展開だとね、まあ、超新のかませになっていたかもしれないんですが、まあ、超人としては非常に美味しい展開ですけどね。まあネメシスもねジャスティスマンも対戦が組まれたかもしれないですよね。あとピークアブーとかもね、まあ、ただねそのジャスティスマンがかませになるのはちょっと見たくないんですけども、でこのようにね、まあそのね、さっきも言ったように憶測に過ぎないんですが、パーフェクト超人の出番がね、まあカットされた可能性があるものの、まあネプチューマンがね、まあリヴァイアさんとね、まあ結構ね、いい戦い、繰り広げているんで、まあリヴァイアさん、あとね、リヴァイアさんは、ザマンのね、考えをよく知る神の一人と、思われるんで、まあ一中と言った方がいいですか。はい、思われるので、この対戦の中で、まあパーフェクト超人がね、さらに注目される展開はあり得るんじゃないでしょうかね。でところでそのネプチューマンの対戦になっても今のところ超人墓場のメンバーは一向に登場していないんですが、というかリアルディールズ以外ほとんど描かれてない感じはしますね。まあ、テリーマンとかはね登場していたんですけれども、まあ、これがどうなるかっていうのもちょっと気になるところですね。ということで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。